YouTube をご覧の皆さん、よろしくどうぞ。キョロキョロです。新しく家引っ越しましたね。なんでかって、前の家ちょっとイタズラがひどくてですね、ちょっとばかし、本当に最速ですよ。1ヶ月と12日で引っ越ししましたんで、明日からまたちょっとね、こう背景の変わった動画になると思いますんで、皆様よろしくお願いします。今日すみませんね、ちょっとこういうなんかこう短めの動画で、本当にもうこれで終わりなんで、じゃあありがとうございました。失礼します。あ、一つだけお前に言っとかなきゃいけないことあるわ。葛飾区行って1ヶ月と12日で一つだけ実は得たことがある。一つだけだよ。きょうちゃん無駄じゃないかと思うでしょ、みんな。そんな、もう、葛飾区に引っ越しして1ヶ月で、ね、迷惑極まりない話だと思うかもしれない。いや、私たち、どんなことでも、尽くしのごとく、ムクムクと成長していきますから、吸収していきますね、よ。スポンジのように。それはもう新品のスポンジのように。ある一つのことだけ私は分かりました。知りたい？続きは明日の動画で。嘘ですよ。実は、分かったというのはですね、電動自転車がものすごい便利だってことに分かりました。葛飾区、あまりにも広すぎるから、車ねてやべえんだけど、車なんか買ってらんねえから、電動チャリ買ったんですよ、私。いや、でもそれも奮発ですよ。チャンネルと私の分買ったんですけど、2台。あ、もうどこでも、行ける。いいなっていう、イージーだなと思って、新しい家にももちろん持ってきましたけども、もう電動チャリあるだけで、普段歩きたくない私も、すごい便利にこう、移動できるんでね。これは便利。電動チャリ高くて買えないと思ってるそこのあなた、ね、ちょっと本当に考えてもいいぐらい、すげえ便利な足になるからね、ほんと。これが私、1ヶ月と12日で学んだことです。それ以外、何もないから。マクドナルドのハンバーガーバカみたいに食っただけだ。1ヶ月多分相当食ったよ。動画めっちゃ多いし、マックのやつ、マックの動画ばっか撮ってたと思う。引っ越しした初日に食ったのマックだったしね。ちなみに新しい家に来て引っ越ししたらそばがいいんだっけ。でか、うん、引っ越ししたらそばがいいんだっけ。細く長くだよね。いいんだよね、引っ越しそば。私たち、なぜか知らないですけども、すべてファーストフード。一番最初はドミノピザ。葛飾区は、多分な、葛飾区なんだ一発目食ったの。釜飯じゃない？あ、釜飯だ。釜飯。ここは、ピザハットっていうね。ピザ率が高いっていうね。全部だけにね、ほんと。お温かいよろしいので、ありがとうございました。